私たち白川電機株式会社熊本製作所は1967年に創業いたしました。建物や機械へ効率的に電気を送るための配電盤、制御盤を製造し、電気が欠かせない現代社会の暮らしを支えています。主に半導体企業、一般産業、官公庁などのお客様からいただくご要望をもとに、各種電源装置及び制御盤を設計から板金、塗装、組み立て、電気試験に至るまでオーダーメイドで一貫製作しています。当社の制御盤製作などの技術は創業以来、耐久性、安全性、高品質、低コストなど多くの点で高い評価をいただいております。今後もご評価いただいております信頼と実績を原点に、初心を忘れることなく、より良い製品作りを目指して社会に貢献してまいります。以前参加させていただいた SDGs 経営実践研究会で、2040年にどのような社会になっていてほしいと思いますかと問われ、貧富格差や不平等に起因する紛争のない社会と回答いたしました。またその社会の中で自社はどのような役割を担っていきたいと思いますかの問いには、弊社を手本、見本として参考にされ続ける会社でありたいと回答しました。貧富格差や不平等はジェンダーの問題や年齢及び国籍の問題、また評価方法など当てはまることは他にもたくさんあります。したがって次の2点が大切だと考えました。1つ目は、流動的に変化するさまざまな課題や社会問題などの情報を積極的に取り込んで対応していくこと。2つ目は、積極的に取り組んだ内容で改善活動を繰り返し行い、向上した内容を社内外に発信し共感を得ることです。活動の幅を広げるためには、トップだけがいくら知識をつけて行動したとしても広がるスピードは大して期待ができません。活動を可視化することで、共感いただいた方を一人でも多く巻き込む、まずは社内から、次に仲間、そして地域へと活動を共にしてくれる方々を増やし、少しずつ結果が見えてくるのだと思います。可視化された結果が後に貧富格差や不平等に起因する紛争のない社会に貢献することができ、弊社を手本、見本として参考にされ続ける会社でありたいにつながると信じております。今となってはテレビや雑誌、ネットでも見ない日はないと言っても過言ではない SDGs というフレーズ、私が初めて知ったのは5年ほど前に、ある会社が従業員さんを巻き込んで率先して取り組んでいる姿を見た時でした。最初はそこまでやらなきゃいけないのか、なぜそこまでするのかという印象でした。しかし次第に熊本の街中でも SDGs に関連した看板などが掲げられるようになり、気づくことが増えていき、意識するようになりました。今では勉強会や研究会へ参加し、知れば知るほど重要性を感じることができましたが、反面少し恐怖まで覚えます。それは2015年に国連総会で採択されてから今日まで、日本だけでなく世界でも目まぐるしい速さで浸透していく姿と、弊社の対応するスピードにまだまだ大きな乖離があり、また企業の社会的責任は自社のみならず、サプライチェーン全体に対して求められる段階に来ていると思われるからです。現在のところ幸いなことに、当社がこれまで活動してきた内容が認められ、第1期の熊本県 SDGs 登録事業者として登録いただくことができました。もちろん登録がゴールではなく、まだまだ知識を知った程度ですので、登録をきっかけにこの活動がさらに波及していくことを望みます。
私たち白川電機は SDGs への積極的な活動が社会に取り残されないサステナブルな企業活動の根幹と考えており、直接・間接を問わずサプライチェーン全体で活動してまいります。